炙りしめ鯖かける3ということでね、炙りしめ鯖をね、あの3枚も食べたらね飽きるんですよ。これは分かんない子たちはお父さんとお母さんにね居酒屋でのお話を聞いてみてくださいということで、皆様 CS パーが公開した動画見てくれましたでしょうか。そう、これこの今左上ぐらいに出てるこの動画です。この動画ちょっとあのクリックしてぜひ見てください。見に行って、ですぐ戻ってきて、繋がってるから、話は。この夏のですね、CS パークの超大型、そして、新企画としてね、これまで数々の大スターを生み出してきたですね、ミス・ミスター・青山コンテストのコラボが、決定いたしました。噛みました。気づいた、今噛んだよ。ミス・ミスター・青山コンテストというのはですね、やっぱりあの、男子と女子ですね、青山学院内でのナンバーワンを、決めるコンテストでした。そのね、本当にもういろんな条件を満たさなきゃね、これはね取れないんですよ、グランプリは。卵焼きがや、あの優しく包めるであったりとか、あとはあのなんか気になるその企画の内容がですね、大学生アスリートとミス青山のファイナリストがスポーツをしながら爽やかに忘れられない夏の一日を過ごす、その名もじゃじゃん、青夏です。はい、このロゴどうですか。カルロスが書きました。はい、手書きです。そう、ジャンルでいくとですね、 SF アクションファンタジー密着でリアリティドキュメンタリーショーみたいな感じですね。もうね、リアリティとか言っちゃってね、言いたかったらリアリティショーみたいなことを、リアリティショーって言ってごらんなさいよ、あんたたちも。見ず知らずの男女12人が共同生活をする様子をただただ記録したものです。用意したのは素敵なパンツと素敵な日本と、台本は一切ございませんっていうのは嘘ですね。はい、これ某あのハウス番組のちょっと MC のねあれですね。さあさあ、この青夏というのはですね、ミス青山たちはいかにアスリートを魅了できるか、そしてアスリートはかっこいい姿でいかにミスの気持ちをつかめるかなんです。最後に男子アスリートはですね、一日過ごしてもっとも試合の応援に来てほしいって思ったミスにチケットを渡すという最後であります。まあその中にもね、企画を盛りだくさんで入れていくんですけども、まあ本当になんかもうリアリティがすごい、もうリアリティがほとばしってる内容です。もうこんななんかキュンキュンするというかね、何なんだこの内容は。どうした CS パーク、男女12人もう大学生が12人集まったらそれはもう何かが起きますよ。まああのね、もう可愛いし綺麗だし、スタイルいいし、もう優しいし、笑顔も素敵だし、もう15分でいいからカルロスは一緒にお団子を食べたい、そんなね、もう素敵なミス青山の方々と大学生アスリート、こちらもですねプロを控えてる選手もいるかもしれないし、今大学のリーグで大活躍してる選手もいるかもしれません。そんな12人がどんな化学反応を起こすのか、もう今からもう楽しみで、マッドサイエンティストカルロスです。実験しちゃうぞ。青夏に関してカルロスから重大発表があります。なんと青夏に出演する男子大学生アスリートのオーディションをここで開催いたします。ダッフィーイエーイのタイミングですよ、これ皆さん。我こそはこの企画に出演して爽やかな汗を流したい、もうかっこいいところを見せたい、ひと夏の忘れられない思い出を作りたい、そんな男子大学生アスリート、家で荒野行動ばっかしてる暇じゃねえぞ、今すぐでほらユニフォーム引き換えてさ来てくれ、ガンガンどしどし応募してください。応募ですね、YouTube のこの動画のですね概要欄の Google フォームからお願いします。今カルロス必死で指下にやって、このよくある YouTube のやつですね、矢印やってるけど大人の事情でカルロスは動きません。イエー、また SNS でもガンガン投稿してほしいです。もうガンガンです、やっぱり今もうね、あの全人類総メディア時代ですから、はい、発信することは自由なんです、これは日本国民の自由なんです。カルロスは宇宙人です。つけてほしいハッシュタグこちらです。青夏出たい、青夏出したいをつけてどんどん投稿してください。こちらですね、次戦他戦問いません、出たいという熱い思いをね投稿してくれてもいいし、もうこんな俺の友達こんな面白いやついるし、こんなに例えばムキムキマッチョ、日本代表に入ってるこんなやつがいる、出したいでも全然いいです。俺の知ってるイケメンアスリートにぜひ出てほしい、〇〇大学の何々部の誰々をこんなにかっこいい明るい魅力的、大会であったあいつは卵焼き、お弁当卵焼きがすごい美味しそうだった、なんでもいい、青夏に出てくれる勇者をカルロスは待っています。お願いします。はい、ガンガン投稿してください。このハッシュタグ絶対忘れないでください。ミス青山のファイナリストのメンバーからもメッセージ届いているのでご覧ください。私たちと一緒に青夏を過ごしたい方、応募待ってます。待ってます。あ、かわいい、すごいかわいい、あーかわいい。この企画はですね、ミスコン
いろんな大学ありますけど、市場でもこうやってちょっとねちゃんとした番組っぽく作るのは例にないですし、やっぱり SNS とか試合中とかだけじゃわからないようなアスリートもファイナリストも両方の内面、キャラクター、魅力が見るようになればミスコンの方も大学スポーツも盛り上がると思うので、みんなで一緒に盛り上げていきましょう。えいえいあー、大事なこと言います、すいません、一番大事なこと言います。カルス、応募期間はですね、今日から1週間、8月16日の金曜日のお昼12時までです。みんなからの熱い応募待ってます。忘れないやつを絶対みんなで